っちゃったんだけど、びっくりした、ここにいたよ。あのね、まだねちょっと時間あるんだって。なのでね、皆さんからの質問にトアラに答えてもらいたいっていうねえいうお話が来ました。ゆっくりしてるちょっとお時間があるみたいなので、皆さんからの質問に答えていただきたいと思います。じゃあ質問ある人、トアラ誰でもいい、ちょっと近い人聞いちゃおうかな。じゃあ僕行こうか、好きよ。質問何かある？ドアラの運動がトレーニング、ドアラのトレーニングが得意。ドアラのトレーニング何してるかとか聞きたい、得意なこと聞きたい。ドアラのトレーニングって得意なこと聞きたいみたいですよ。ドアラトレーニングしてるのかな、いつも。なんかいっぱい書いてる、イメージトレーニングだって、頭の中でトレーニングするイメージトレーニングが得意なんだって。大丈夫？分かった？はい、ありがとうございます。もう一人行こうかな。女の子行こうかな。ドアラは結婚してるんですか？ドアラ結婚してるんですか？だって。どうなんだろうね。君とするかが待ってる？あ、プロポーズ待ってるの？プロポーズ待ってるみたいだよ。してあげてね。まだ。ピカムネよ。はい。ありがとうございます。あれって。はい、ありがとう。ちゃんと一人。早かったね。じゃあ僕にしようか。好きな中日選手。好きな中日の選手誰ですか？考えてるね。あれだ。あれ、僕どこ行ったか。誰が好きなの？これから考える？いない？これから、あ、いっぱいいるの？一番選べないんだって。ドアラ？何？ドアラ？何？何？あ、一緒だって、僕と一緒。あ、いい、大丈夫？これで。はい、じゃあラムネもらいに来て。はい、はい、はい、どうもありがとうございます。さあ、それではこれでここで終了になります。皆さん最後までありがとうございました。ではドアラとまたねのご挨拶です。せーの、またね。私もしっかりご挨拶してね。はい、どうもありがとうございました。はい、以上をもちましてドアラがやってくるを終了とさせていただきます。本日もエアポートウォーク名古屋にお越しくださいまして誠にありがとうございます。この後もごゆっくり。